にはね、この考え方じゃなかったのね。だから断熱っていうのを、断熱でなんとかなるっていう。我慢すればいいっていう。そう、我慢しちゃうし、できちゃったからしなかったのかもしれない。そこがイノベーションが生まれなくて、結果今でも住宅性能が低い国になっちゃったっていうね。で木工とかその神社作るとか、それは世界的にすごいんだけど、うん、いざ人が住むその空気、温度が一定の箱を作れるかっていうと、あの技術で作れないね。だからさっき見せたそのロック、外壁の断熱材と、あそこにいっぱい管が入ってる。これが熱交換で、常に空気を入れ替えてるよね。入れ替えてるときに、外の温度が一緒に入ってきちゃうと、温度バランスが崩れるんで、あの設備は熱交換器ね。中にある温度をに乗せ替えて、換気してるっていう換気システムです。これドイツのシステム。